ルタルフェスブリリアンどうでもいいねちゃうよそんな始まりちゃうよそんなんさあ始まりましたさあ今週始まりましたブリザン TV のアイラブアイですビビるわああアイラブアイです始まりましたねありがとうございましたいや今日はですねすごい僕黒光り半端なくないですかなんか汚くないな顔が顔が汚い言うな顔が汚ね顔が汚くないわ打ち合わせちゃんとしてるよこれこれで打ち合わせしてちゃんとこれだからまあね本日はですねいろんなね新しい企画がまた盛りだくさんまたかもうやばい本当最近すぐねちょっと新しいことに挑戦したがるよねいやいや僕そういうやっぱ挑戦心が一番大事だと思ってますそうだねということでね早速挑戦したいんですけどあのね僕オープニングではいオープニングで心理テスト考えてきましたどうしたこの後に CM 入るんでその間にちょっと皆さんにね答えていただきたいおいいですか心理テストいきますよいきなり心理テストはいあなたは業師です自分の周りでは漁師あなたは漁師魚を取る人ね、うん、自分の周りでは海を荒らしまくる凶暴なサメの話題で持ちきりおある日あなたはそのサメを退治しようと船を出し見事そのサメを捕らえましたさてどれくらいの大きさだったでしょうそれをちょっとね皆さんに考えていただきたいなるほどねダイさんどうですかどうですか俺は大体そっからその辺までのサメかなそっからその辺までのサメ漁師で自分が考えてくださいね漁師っていうのを考えてください漁師で自分の周りでは海を、荒らしまくる凶暴なサメがいますねその話題で持ちきりある日あなたはそのサメを退治しようと船を出して、うん、見事そのサメを捕らえましたさてどれくらいの大きさだったでしょうかという4、5メーターファイナルさん、ファイナルさん。じゃあ行きますか。そんなグルダン TV の。はい。はい、いつもの毎度のコーナー新人紹介すごいやんいやこれねやっぱ世界観を出したくないとやばい新人紹介のコーナー入りましたよいしょアイラブアイの愛が小文字っていう引くわもう大丈夫ですはいということでさあ今回の新人の方は宗志くんですよいしょーよっ精神精神やめて放送事故本当にやめてはいということでねあの新しくまた新人の大型新人が入ってまいりましたまあとりあえずじゃあ自己紹介の方はいとりあえずお願いします3月2日から入ることになった iPhone 10の宗志ですよろしくお願いしますよいしょー声張ってこはいこうやってこうこうやってこうまたイケメンが入ってくるね最近結構多いっすよね新人の新人いっぱい入ってきてるからもう出していかなあかんなと思ってるけど出したら出したででもやめられても困るからジンクスをねジンクスがあるんでそのやっぱ崩していこうってそうなんすやっぱレボリューションになったからそうです多分やめへんやめへんすね多分やめないやめないっすかなんか前はその出た人はもうそのすぐにやめていく結構やめていってそうやばいじゃないですかだから結構ちょっと危ないやばいじゃないですかやばいちょっと二人の中で危ないな頑張るんで多分あれ質問が悪かったんでああこの前のねいつものテーマのみたいなだそういうのはなしでいけばいいじゃないですかじゃあでもとりあえずいくつっていうコメント入ってるんでいくつっぽく見えますかね逆にじゃあそれはまあ3歳それはまあ何とも言えないですけどでも若そうっす若く見えますよねですかね僕聞いた年聞いた時に若く見えるイメージありますね30ですあ30おちょうど31歳28歳来てるからメンタリストって知ってる人いるありがとうございますそうなんです昼間はね心理カウンセラーとかをしながらやってるんですよすごいよそうなんですだから僕はさっき心理テストを出したんですそうですなるほど心理テストのメンタリストの DAIGO なんでだから宗志なんでなんでこの心理テストはもともと宗志くんが考えた心理テストで答えを今皆さん多分ね3メートルとか言ってくれてると思いますどんなもんですか第3が4メートル4、5メートル俺が4、5メーター
レオンさんは？僕は僕2メーター弱、まあ、内側2メーターじゃない、そう、ね、弱2メーターちょっと超えて、レオンの倍ぐらいってことやな、倍ぐらいって、僕そんな身長ちっちゃい、足の長さ3倍ぐらい、足の長さこの間測ったら70センチぐらいしかなかった、あと65センチぐらいしかなかっためっちゃ短かった、これは何が分かるんですか、走りですか、これはですね、自分の身長を基準にして、はいはいはい、性欲の強さです、めっちゃあるやん、まあ、割とあるやん、方割とある方、割とある方だって170いくつぐらいですか、あの細須では細須では細須と違うんですか、身長ですか、176ですよ、170細須では盛らずに細須では176に対して 4,5 メーターってまあまあですね、まあまあデカめですねまあまあデカめな、デカめのコント変態、いいんじゃないですか、別にまあ性欲の塊でやってますからね、性欲の塊、まあまあ俺のお客さん見とったらやめてくれよ、じゃあ 2m 弱ってことはまあ、うん、それなりにあるそう、まあそうですね、男の人だとまあ結構そんなもんだみたいな、ね、あーなるほど、皆さんどうですか、うん、3m ってこと、 3m の方とかいましたよね3m は、うん、まあまあ女性の平均としても160-155ぐらいですか、うん、って考えて 3m ってなったら結構ある方、結構ありますね、あ結構女性ほどすごいあの巨大なサメになることがあります、あ海よりでかいとか、あーなるほどね、うん、はいはいはい、絶倫女性とか多そうやもんね、絶倫絶倫って、まあ、まあまあね、そういうね、あの、はい、いろんな心理テストをいろいろやってるんですけど、うす、ね、もう一問なんか出して、せっかくだから、そうですね、じゃあみんなパッと答えれるような、アイフォン店の魅力の一つにいっぱいこうホストさんがいるじゃないですか、はいはい、人数が多いで、皆さんにはあの身近な人で想像してほしいんですけど、僕らはじゃあ、 あの iPhone 店にいるメンバーで考えましょうか、はい、と今から言う人たちを誰が当てはまるかっていうのを思い描いてください、はい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 、一つ目が、はい、じゃあですね、真夜中のコンビニ、レオン、夜遅く真夜中のコンビニです、ういう、ね、はい、真夜中のコンビニに雑誌コーナーに行くと一人立ち読みをしている知り合いがいました。あ、それはまず誰でしょう。これが一つ。ダイヤさんでしょ。絶対ダイヤさんでしょ。二つ目です。二つ目。いやいや。あなたはある知り合いの人と、スカイダイビングをしています。はい、一緒にね。はい、あ、やりたい、うんうん。あれは、それ誰でしたか。スカイダイビングをしている人。スカイダイビングが二つ目。お、別に被ってもいいですよ。同じ人がいる。なるほどなるほど。三番目。お、三番目どうしようかな。何でもいいんだよ。3番目どうしようか、いいよ、じゃあ2番目、じゃあ2つ、3つあるの、まあ、2つにしておきましょうか、2つでいいです、ここまで、あ、じゃあここまで、はい、あ、分かりました、あ、これです、はいはい、あなたが知り合いと話している途中に、はい、ポンポンと肩を叩いて、あ、髪の毛落ちてるよって言って取ってくれました、はい、もうその人は誰でしたか、取ってくれた人か、そう、なるほど、真夜中のコンビニ、スカイダイビング、髪の毛を取ってくれる人、お、僕じゃあ僕はコンビ、真夜中のコンビニで会う人は多分フミヤさん、うん、なるほど、フミヤさん、フミヤさんで、スカイダイビング行ってるのはダイヤさん、スカイダイビング行ってるのはダイヤさん、うんうん、で、最後なんでしたっけ、髪の毛取ってくれる人、髪の毛取ってくれる人はあの内勤の小次郎さん、内勤の小次郎さんもすぐケツ触ってくるからあの人、なるほどダイヤさんどうでした、俺はね、本ははい、コンビニで立ち読み、花さん、あー、花さん、花さんね、花次長、うん、スカイダイビングはレオン、あ、じゃあお互いなんですね、なるほど、うん、なるほど、で、コンビ取ってくれるのはトーア、あー、まあ、ついてるよ、みたいな、なるほど、なるほどありがとうわ、みたいなありがとうわ、言うてこれはこれはこれですね、はい、真夜中のコンビニ、うん、一番目の人はですね、あなたがこの人は寂しそうだなとか孤独そうだなって思ってる人、あーすごい、花さん僕フミヤさんスカイダイビングはスカイダイビングはこれすごいですね、あなたが人生を共にしてもいいと思ってる人、信頼してる人です、うぇー、疑いが疑いよっていうのはすごいすごいですね、じゃあそれあのすごい危険を伴うじゃないですか、はいはいはい、それでも一緒にできるっていう信頼をすごいしてる人、いや俺はただただあの落ちてくるのを見て笑う一緒一緒一緒なんか落ちてなんか楽しそうだよ、この人なるほどなるほど3番目のですね肩についてる髪の毛取ってくれる人、一見優しそうなんですけど、うん、あなたが、心の中で実はうざいと思ってるトーアさんのことうざいと思ってるこれ放送した
甘えるか僕内勤の小次郎さんやうざいと思ってるみたいな。すごいですね。これ結構当たると思います。皆さんどうでしたか、こういうのもね。すごい話してて僕思ったのがやっぱ何ですか、こう見透かされこう見透かしてくるっていうか、見透かしてくるっていうか、うん、相手の気持ちをこう理解できるっていうか、そうか、メンタリスト。やっぱ喋り方がすごい上手なので、皆さん女性の方とかすごい癒されると思います。なのでこれからもね、はい、ぜひ宗師君と遊びに来てもらって、はい、今イケイケなのでよろしくお願いします。新人紹介でした。ありがとうございました。でこれが今日もずっと放送出るので、はい、よろしくお願いします。ということで続いて何する、あのフリートークなんですけど、おはい、やっちゃうか。今日ね、ダイヤさんがあのダンスの社交ダンスの大会に出てきて、お疲れした。もう今さっきからずっと眠いしか言わないんですよ。もうすごい眠いしか言わない。眠い本当に。でも今日ね、大会に出てきて、そうなんですよ。どうだったんですか。すごい、もう初めてのね、大会やし、はいはいはい、もう会場すごい人いっぱいいたし、はい、マダムもいたし、おお、うん、もうあのダンディーな方もいたけど、はいはい、まあその中で踊らせてもらって、よすごいいい結果に終わったね。ああ、予選落ち、準決勝準決勝で終わった。ああ、じゃあ準決勝で、準決勝が、が一発目のダンス予選落ちれないから準決勝からスタートなんでしょ。でも、はい、なんと、はい、うちの、はいはいはい、うちからそのゆうやさんとゆうきがもう一緒に出てんねんけど、はいはい、カズモ戦でね、はい、ゆうきが、はい、ジャイブで決勝残って、おお、第4位。おお、4位、すごい。そう、それ何組ぐらい出てるんですか。でもちなみにそのジャイブで10組かな。10組、すごいっすね。10組中4位。4位。うーん、でもすごいっすね。でもみんなもう経験者ばっかり、ガチガチの経験者の中で動きがすごいから。あ、一応何、うん、写真もあります。写真お願いします。キレ後ろの人とかがあの審査員なんですけど、これはあのフォーメーションダンスって言って、今多分今から出るやつはフォーメーションで出てくるんですけど、はいはいはい、おー、ダイヤさん決めてるわ。ゆうやさん、ゆうき、本当だ、僕って、はい、次、うわーすごい。最後のね、あのフィニッシュフュージョンしたんですよ。フュージョンハーってしました。てかこのピンクシャツって、わあエロいね、あれエロいな、あれエロいな、いい感じでしょ。みんな真剣ですね。ゆうきさんも思い出すんで必死やから。これ僕もね、これゆうきさんが表彰されたすごいすごい。第4位、ワインもらったんですよ。へえ。じゃあ今日お店でワイン飲みますね。そう、そう、動画があると思うんですけど、僕の個人の。あ、ちょっとじゃあ流してみんなで見てもらいましょう。ちょっと1分ぐらいあるんですけど見てください。はい。動画ね。以上10組です。お、ダイヤ、アボちゃん、これね、これチャチャです。これチャ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 、すごい。あ、すごい。でも、周りの人ガチだもん。いや、もうすごいのよ。後ろ見てくれたら分かると思うけど、すごいすごいすごい、みんな綺麗が違う、うん、でもダイヤさんもやっぱ綺麗ですね、かっこいい、おしゃれ気取ってるわおしゃれ気取ってるわ、この人。ダイヤさん頑張れ、ダイヤさん。これマジでこれやっぱりね、アイオンテってやっぱこういうね、踊れるホストがいるんで、そう、そこがやっぱ魅力でもあるんで、そういうことなんですよ。こうやって大会出るって、僕も一回出ようと思ったんですけど、ダイヤー42番やっぱね、こうやってできる人がいるのはね、やっぱアイオンテの強みなので、ぜひ皆さん遊びに来てほしいですね、こういうの。キレッキレ。いやもうほんま、めちゃめちゃ練習したからね、これ。そうなんですね。レオも最初ね、はい、練習してたんやけど、はい、時間とかが合わなかったね、うん、今度は出ようね。はい、今度は出たいですね。すごい楽しいから。いやー、かっこいい、かっこいい。おー、かっこいい、かっこいい。すごい、お疲れさん、ありがとうございました。でも予選落ち。あ、準決勝で負けました準決勝多分7位、多分7位、10人中7位やと思う。でも10人中10位かもしれないですもんね。いや、それはよくわからないけど多分7位審査員からちょっと遠かったんよ。あー、そうです。あんま見られてなかった。いやいやいや、でも見てる、それは均等に見ないと、やっぱり、うんうん、ね、そうですね。そうですか。次に試したいですね。でも次、まあ、でも次はね、はい、またあのな、目標ができたね。あ、うんうん、次の目標は、次の目標は優勝。おお。あ、これやっちゃおうかな。やっちゃおうかな、これ。後で言っちゃおうかな。
まあね、そういうこともありましたということで、今日も頑張っていきましょう。じゃあ一旦 CM いきましょう、はい、3219。新人紹介したいんです。めっちゃ舐め腐っとるやん。3年前地元を離れ1年半のサラリーマンとしてのキャリアを十分に積んだ後、ここ歌舞伎町に降り立ち、4年後不動産関係の会社を起業したくて、約700万円の資本金を貯めるためにホストしようと思いました。めっちゃ真面目やん。よいしょー。じゃあそれではおなじみのね、はい、動画いっちゃいますか。はい、お願いします。はい、本店紹介。はい、歌舞伎町の老舗ホストクラブといったらやっぱりアイホンテンでしょ。行きましょう。最大級の敷地面積、最大級のホストラインナップ、最大級の電飾の数々、なんか見て、アイホンテンではあなたのご来店を心の上位じゃなさい。いらっしゃいませ。20代から50代、新人からベテランホストまでいるのもアイホンテンの強みで、必ずあなたを守るスーパーエンターテイメントホストクラブです。わー、スーパーエンターテイメント。ホスト元気出していこうぜ。行きましょう。今までのホストクラブでは体感できない感動をぜひあなたに。特設のダンスフロアで社交ダンス、先ほど踊ってたよ、ダイヤが踊るよ、みんな踊るよ。ステージではアドリブ強いな。プロのバンドを雇い生演奏が聴けるのはここアイホンテンだけ。オンリーワンダーワンマン。宗師が元気ないからもっと言うからね。カラオケタイムあるので、歌好きな人もぜひ足を運んでくださいね。いいよ。そしてアイホンテンはメディア出題とっても豊富。オッケーバブリー。有名アーティストのミュージック TV や滑舌悪、主要 TV チャンネルなどの各種メディア以外も多数ホストを知らない人での店舗認知度、店舗認知度全国ナンバーワン。ナッシングトゥーマッチ。オーマイゴッドマザー降臨。よいしょー。一人でやってます。一人でもうやばいじゃん。初回料金は2時間5000円。よっ、最高級。おいたら様の続き、ハウスボトル1本にブランデーか焼酎がついてきます。そして割り物が飲み放題。飲み放ただいまこのアイラブアイをご覧になっている皆様にスペシャル割引がございます。わー、スペシャルスペシャルサプライズ。通常2時間5000円のところ、いや来店時にそれアイラブアイを見たと言っていただくと、なんとなんと3000円ではない。安っ。そしてそしてアイホンテンのおばちゃんグッズのプレゼントプレゼントアイホンテンのホストになりたいあなたに向けた新規求人も随時受け止まっております。よいしょ。アイホンテンという圧倒的なブランディングを生かしたステージでぜひ一緒に夢を叶えてみませんか。お前を待ってるぞ。お問い合わせはダイヤまたはレオンまたはフミヤ直接連絡。ライブ OK ということで、皆さん関心のある方も関心のない方もぜひ足を運んでくださいね。待ってるぞ。なくても来いよ、アイラブアイ。いやいや、アイラブアイでちょうど埋めようとしない。なんか動画うまく合わせる感じやめてください。完璧ですわ。完璧じゃないですから。もう今日も完璧でしたわ。ちゃんと真剣にやってってみんな言われるから。東和に連絡しても意味ないですから。それもういないから、東和さん。もう名前東和じゃねえ。でもすごい嬉しい。神々のダイヤさんも素敵ですね、うん、ありがとうございます、ね、あなたが一番素敵です。気持ち悪い。キャラ合ってないからもう。じゃあ次のコーナー行きましょう。はい、はい、一番バカなのは誰だ。ナイゴテスト。ねー、今回はね、理科のテストでした。あの元素記号のテストだったんで。あ、そんなだったんですね。今回はね、あの宗師くん実は英語の、はい、英語バリバリです。いや、まあ塾講師やってたんで。塾講師すごいよ、もう英語の先生だから、ね、先生ですよね。ということで、あの宗師くんが今日は先生として僕たちに問題を出します。おいや、それを僕たち、そのこの二人ですね、ダイヤ VS レオンで戦って、どっちがバカかっていうのを決めようと。まあだからこれは何、一人ずつ答えるの？もうダブルで、はい、僕がじゃあ、 あの英語で質問するんで、はい、で答えるのも日本語で言ってもらっていいですか？なるほど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 。
はいはい、あ、うん、そっか、別やもんな、その答えはもしかしたら別かもしれんもんね。じゃあ一応じゃ あのテロップに出すんで、それを読んでもらって僕たちが日本語で答える。オッケーオッケー、それでいいのね。え、早いもん勝ちとかじゃなくていいですか？あ、全然いいよ。全然いいですか？普通にいいよ。早いもん勝ちにします。早いもん勝ちとかじゃなくていいよ。あ、じゃあオッケー。一問ずつ答えてあげようぜ。行きましょう。じゃあ、あの、うんうん、画像お願いしますって言ってもらって、あ、じゃあ、はいはい、あの、そしたら画像が出てくるんで、それを読んでもらって。わかりました。はい、じゃあ、1枚目画像お願いします。はい、画像お願いします。What is your favorite color? はぁ、OK。 はぁ、OK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 。 はい、じゃあ、はい、これから、はい、私は、はい、ピンク色が好きです。私は、青色が好きです。OK、Good。 その通りですね。いやいやいや、はい、フェイブリー、どの色が好きですかってことですね。いや、これ絶対早いもん勝ちの方がいいっすよ。だって僕が言ったら次ダイヤさんも、あ、それになんか沿ってくるでしょ、絶対絶対沿ってくると思う。まあ、答え言ってるもんね。そうそうそう、そっかそっか。早いもん勝ちにしましょう。そうやな、早いもん勝ちにしましょう。そうしよう、そうしよう。次にできましょう。よっしゃ、行こう。じゃあ次、じゃあもうちょっと、あれ、難しいいきましょうかね。来い来い。じゃあ、画像お願いします。 Which seasons do you like the best? あはははくっそくっそくっそ。はい、サマーサマーサマー。見てる見てる言うてる。イエーイ。こんなの誰でも分かる。はい、あなたの好きなシーズンは、シーズン、季節は何ですか？分かった、分かりました、分かってました、分かりました。オッケーオッケー。そんなの全然分かる。ちょっと手がちょっとこうなった、あの、遅かったね。遅かったね。全然いきますね。次行きましょう。ちょっともっと難しくします。じゃあ次のもお願いします。はい、ポイント。 How much money do you get in the month? これ間違えたらアウトですからね。これ間違えたらすごい今このボタンがね、躊躇しましたよね、ダイさん。あー、分かった、分かった。え、簡単簡単。はい、答えをじゃあお願いします。え、こんなん言ってええの？え、これでも言っていいね、言っていいね。そうそうそう、まあまあ、なんかお給料でしょ、あの、1年間あなたの年収はってことでしょ。それはちょっと、いや、早く、早く言ってもらっていいですか？とりあえずいくらですか？360万。サラリーマンか。サラリーマンか、バカ。そして答えはブーです。ブーか。はい、どうぞ。はい、はい、36万。おお、月の、あの、お給料はいくらですか？そうです、そうです、 Get in the month なんで、マス1ヶ月なんですね。イエーイ。5ポイント、いらっしゃい、5ポイント。俺めちゃめちゃもらってるやん。やばいっす、どんだけ売れてるんですか。やばい、すごっすね。やばすぎちゃうな、やっぱりな。やばすぎ違います、やっぱ360万はや。じゃあこれ次、次の問題いきますか。ラスト、ラスト、はい、ラスト。ダイヤ360万稼いでます。やばいやばい、もう荒れる、炎上炎上、ツイッター炎上ですよ、これ。次の方お願いします。How do you think about new policies of Japanese government? Oh, government, 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 Japanese government policy. New about think how do you? はい、大丈夫さん。あの、質問が、はい、日本の警察の、あの、ジャケットの色についてどう思うみたいな。僕は、あの、もうちょっとこう明るい色のがいいかなみたいな。なるほど。はい。あ、いや、全然違います。くっそー。ダイヤさん、くっそー。はい、アイドスインクやろ。アイドスインク、アバウト、アバウト、大体ニューポリシーズ。いや、もうこれあれですよ、ヒントダメですよ、ヒント、ヒントダメです。あー、あー、はは、オッケーオッケー。いや、本当に一気に難しくなりすぎだから、これ急になんかレベル違うから、これ。チチ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 、三、二、一、バカ野郎、バカ野郎。じゃ、なんやろ、ポリシーズ、ポリシーズ、ポリシーズ、ポリス、え、ポリスじゃねえ、ポリスじゃねえ、絶対ポリシーズ、ポリシーズ。早く答えてもらっていいですか？早く答えてもらっていいですか？ポリンキー、ポリンキーちゃうから。ジャパニーズ、ジャパニーズ。私は日本人です。私は日本人ですか？私が日本人になって何年目ですか？ナッシングトゥーマッチ、オーマイゴッド、トマトの氷、よいしょー。28年。壊れ始めた。はい、正解は、正解を教えてください。日本政府の新しい政策についてあなたはどうお考えですか？わかるか、バカ野郎、わかるか。難しい。はい、こんな感じでした。すごい。あ、これじゃあガバメントが日本政府ですね。日本政府な。ポリシーは、あの、心情とか、あ、ポリシーもあるんですけど、場面によっては政策っていう意味がある。なるほどなるほど。
ポリスじゃない、僕ポリスだと思ってた、うん、これそうなんですね、ポリシーやから、ポリシーポリシーはポリス、ポリスではないよ、分かる、うんうん、なるほどね、あーそうじゃあ、ね、やっぱね、さすが、いやいやさすがですよもうそろそろ時間へ、いや時間で、まあ、ですね、まあいいんじゃないですか、うん、この続行って続行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 終わること思いや続行っていう新しいそういうのも作りましょうまあということでね、あのこれ一番バカだったのはどっちですか、1ポイント取ってたので、はい、ダイヤさんですね、うわだやっぱこれもう V2 ですよ、バカ V2 この間俺が一番賢かったんで、ね、誰がバカでしょ、お前お前ボケしか言えないバカじゃん、ボケボケ、ボケただのボケじゃあ今回のバカナンバーワンはダイヤさんでした、よろしくコメントの問題、続いてのコーナー、いや続いてのコーナー行きましょう、はい、新しいコーナーです、キャッチアドリーム、タイムリミットは2週間やっちまったな、はい、これね、ついに来ました、この間プレゼンしたコーナーが実現しました、はい、来ました、ダイヤがプレゼンしましたね、これね、だからもう今から2週間後に叶えられる夢を言ってください、はい、夢、目標、夢、目標、はい、何でもいいです、なん、あ、そういうのなんですね、そういうことです、なんだろう、それを叶えるっていう2週間で叶えれることを言ってください、これね、いやこんな雑な、なんでもいいですよねこんな雑な感じ、なんでもいいですよ、なんでもいいですよ、僕春、東京で花見とかしたことないんですけど、おー、まあ、花見シーズンですかね、行ってみたいですよね、なるほどなるほどなるほど、そういう、じゃあ2週間以内にちょうどね、ちょっと動画と写真も撮って、はいはいはい、なるほど、じゃあそれを2週間後の、はい、4月の、はい、6日、4月の3日です、3日です、4日、4月の4日にじゃあ出してください、わかりました、じゃあ4月の4日、ね、また宗志くん出ます、はい、出ます、よろしくお願いします、皆さんまた新人さんかもしれません、はい、新人紹介やったらやめないでください、ね、その2週間の間にそこだけちょっとほんとちゃんとね、やっぱジンクス、相当なジンクスです、いやほんとにね、ほんとやめていくからみんなじゃあダイさんは、あ、俺ですか、はい、2週間じゃちょっと無理なんです次の大会で優勝しますさっき作ったんですね絶対さっき次の社交ダンス大会で優勝します僕頑張ります、やります、さあ告知の方、はい、お願いします、はい、ダイエさんが来月ラストです、なんでだよやめさすんだバカ野郎まあまあ、そうですけどまだまだやめねえよ、バスいっぱいいるんで、はい、今月もまだまだ残り10日ぐらい、9日ぐらいですかね、盛り上げていきましょう、そうして頑張ろうね、はい、はい、そんなクルダン TV のI love レボリューション歌舞伎町にいる皆さん、こんにちは、ゆってでーすアンタッチャブル柴田でーす、よろしくお願いします、なんで僕が言うサブリフレッシュ内のナイトチューブチャンネルにて毎月第4金曜日放送ネオからスライデー、じゃあ番組が盛り上げたの一発芸、OK、よろしくお願いします、どんなに叩いてみたって何にも起こらない、イエーイ、見てねー。